ユウは何しに大阪来たん。ゲストハウスが多い市町村ランキング、続いて2位は泉佐野市。関空、関西国際空港に近いことからゲストハウスが多い泉佐野市の中でも外国人観光客から特に人気を集めているのが南海鶴原駅から歩いて4分、一見普通の長屋のようなBighem Maison。あ、こんにちは。どうもこんにちは。あ、すいません、ゲストハウスのお客様ですか。はい、オーナーです。あ、オーナーさん。そうです、はい。日本は20年住んでますけど、もともとはフランスから来ました。日本語ペラペラっすね。ありがとうございます。でもまだ勉強してます。そう、こちらのゲストハウスはフランス語に加え英語、日本語を話せるご主人と、フィリピン語と英語が堪能な奥様が営んでいるので言葉の心配が少ないと外国人観光客に人気なんです。2人で泊まれるお部屋が一室5000円、1人当たり2500円からと格安。さらに木製の家具が設置された共用スペースも綺麗で、とても築50年以上の長屋とは思えませんが、ご主人がこの物件を買った8年前は、買った時には壊れるじゃないですか。そしたらここ入った途端にグニュってグニュってなりますね。床が抜けちゃった、あーもうダメだねとか。人が暮らすなんて到底できない状況。そこから夫婦二人三脚で DIY を開始。いやすごいな。何でもやるな。床が腐食していた今は襖を取り除いてフローリングのリビングに。外壁の塗装は奥様が担当し、このテーブル作りました、この椅子も作りました、これも全部作りました。引き戸すごい重たいですから。滑らかに動く引き戸をはじめ、木製の家具はほぼ全てご主人の手作り。器用な人やな。でもなんでこんなんできんの。本業は飛行機整備士です。韓国で勤めてますね。だからもの作りも上手なんやな。そんなゲストハウスのリピーターだというのがこちらのイタリア人ご夫婦。今回1ヶ月半の滞在でイタリアから持ってきたのが、タンデムの自転車だよ。2つシートがあるんだ。自転車で旅先を巡るのが夫婦共通の趣味で、山道が多い日本を走るのがひときわ楽しいんだそう。あそっから遠いとこ、旅の拠点にこのゲストハウスを選んでいるのは、タンデム自転車を空輸する際に収納する巨大な箱を預かってくれるから。ほんで自転車でどこまで行ってきた。四国へ行ったよ。四国へ。お遍路さん。お遍路さん。お遍路さん。Yes。88箇所の寺院すべてこの自転車で巡ったよ。ディスパイシング。この自転車で。ああ、本当だよ。なんと60歳と61歳のご夫婦、15日かけて四国一周。88箇所のお遍路さん全部巡ったんやて。すごいな。すごい。すごい経験でした。親切な日本人にもたくさん出会えて、いい旅でした。どうですか、夫婦で想像してみてください。夫婦タンデムのこんなもん2日目から喧嘩ですよ。いよいよランキングは1位を残すのみ。第1位はやっぱり大阪市。ダントツの446件。この中でも特徴的なゲストハウスが、近鉄今里駅から歩いて3分、ビルの2階にあるウッドオン。その名の通り